どうもラシングルです。シャドウタクティクス続きをやっていきましょう。さあこの傘兵がね、網傘兵が厄介だぜ。待っても無駄だな。というわけで待っても無駄だ。水のように動け。さあこっから何をするかお分かりではないでしょうか。あ、それよいしょ。ほいほいほい。え、あーすっげー見られてる。あ、これか。なるほど。で、こっちからも見られた気がしたが、あー、いたね。あ、いけるじゃん。はい。と、何のことはないの。はい、何のことはないの。容易じゃ容易じゃ。この門番突破できねえわ。突破したいのに突破できない。で、あそこでしょ。これいけると思うんだがな。あ、そう、めっちゃ逃げないとね。どれだ。オッケー、このまんまこっち逃げて、こっち逃げて。ムエンさん、忍耐こそ最強の武器で。いるよ。ほい、おいおいおい、イエス。まだだ、忍耐だ。気づかれるはずもない。一発撃たれたか。いや大丈夫だ。はい、やったね。余裕だ。さてさらに、こいつは、見られんだね。あ、すっげえここ見られるんじゃん。ってことはやっぱこいつを倒して、そのためにはこいつを倒してみたいな。ちょっと待って、隠すところがなさすぎる。これ絶望的だよ。いやー見てるね、すっげえ見てるわ。これ無理じゃね。ジンス、ジンス。いい策じゃ。今は優位に立っている。人々の選ぶ。やるしかねえか。さあ、あいつらが消えた瞬間、はい、物が尽きたわい。うい、優雅の死。よし、オッケー、よし、なんとかなる。これはなんとかなる。よし、これもバレないよね。一応なんかバレなそうな、この辺に。よし、オッケー。しかし、なんとかなるかな。あいつ見るんだよな、あいつ見るんだよな。叱るべき。めちゃめちゃ厄介じゃん。これ二人でなんとかなるレベルか。ここまで来て、なんとかなるかな。はい、罠さん。はい、鳥の声来るか。あー来る、よかった、すげーよかった。よし、オッケー。そっかそっか、やつは傘をかぶってないからね。で、侍軍団が、で、この見張りも呼べそうだね。周りから崩していけばなんとかなりそうだね。これは非常にいいぞ、悪くない。どの辺で止まるかな。
そこか。おい。誰かいるのか？その通り。はい、残念。私にもらってほしい。私にもらってほしいのかい？ありがとね。ありがとね。いや、ユキ最高。マジで最高。こんな素晴らしい忍者いたかよ、かつて。で、そこだね。だから。時は近い。はい。よいしょ。はい。通りすがり際に。うんせ。ここにしまっちゃおうね。死体をしまっちゃおうね。よし。いやー、腐っぱらねえのがマジで怖い。ほんと大変。さあ、裏からわざわざ岩を持ってきたけど、これでいけんじゃないか。やったぜ。うわー、いけた。すげえ苦労したのに、岩一個で完了です。すご、なんとかなるもんだ。あ、危ない危ない。セーブ。人生。オッケー。さあ、この後だね。こいつが動いてる。こいつはここを見てる。敵。町人。侍。こいつらは動かない。3人まとめて、いやー、ダメだね。こんなもんどうすればいいんだ。爆弾。こんなもんね。時は近い。いや、バンガサ兵じゃないっていうことはどういうことかと申しますと、メロディーだね。行くわよ。蛇みたいに巻いてる。これでいけるってことだよね。嫌な素敵なメロディ。行くよ。はい。す、多分これでいけんじゃねえかな。はい、バッチリな罠ね。バッチリバッチリ。誰もいらないんでしょ。じゃあ行きますね。素敵なメロディ。はい。で、はい。で、あとはさあ、おいでおいで。うまくいったわ。おい、狙いは外さない。ほほほ。しかし、いけた。これだよ、これ。一人一人。あ、一応隠れとかないとね。猫と鳥。うわ、ユキすごいわ。ユキ、ほんと天才。人がどんどん減っていくよ。影様どうするんだい。まあ偽物だろうけどね。こんな露骨にいるなんて嘘くさいもんね。人生。さあ、そうなると、ほい、こうぐっと抜けて、人痘滅却。違う。はい、これどうすればいいんだ。ほい。よいしょよいしょ。裏に。バッチリな罠ね。ちゃんと。よいしょ。よし。おやすみなさい。オッケー。で、こいつはとりあえず死体は隠す必要があるので起きてるか起きないか。よしよしよし。決めた。はい。よし。で、はい。やべ。ちょ。あ、まあいいか。怯えてるね。
まあいいや。怯えてる分にはいいです。で、こいつはもう、影様が、いや、見えてない。いや、見えてる。ってなると、やっぱり、やっぱここに隠して、はい。はいはいはい。よいしょ。人生やべえ、二人が行っちゃったね。待っているぞ。聖剣術。ほい。よし。オッケー。やった。二人まとめていけましたよ。力技で。鶏がうるさい。というわけで、あっそれ。はい、残念。よいしょ。オッケー。さあ、もうだよね。一応。いいわよ。よしよしよし。もらうわね。ここに一応いとこうか。我が刃は。え、早っ。余裕、終わりだ。決めたね。やるか。あ、それ。個人的な恨みはない。さ、終了。今だ。何？やべえ。ハヤト。くそ。くそ。やめ。ダメ。下がって。まずい。全員やられた。終わりました、影様。老人はそばの坂にいます。影様のおっしゃる通り、奴らは団体でやってきました。バレてた。影様、あ、うわ、あなたは、こいつは、あれ、登る、お主のこの刀を渡したと。影様って登る。くだらない。どうして、なぜこのようなことを。私と兄上には意見の食い違いが心底多かった。すべてを知っていればお前も納得するだろう。一体何が望みだ、この裏切り者めが。取引だ、武家。龍之介をどこへやったか知りたい。拙者がおとなしく口を割るとでも。まあそうはいかないだろう。大城武家、お主のことはよく知っている。お主ほど忠誠心の熱い男はそういない。将軍を裏切るくらいなら自ら死を選ぶだろう。だがその兄上への忠誠心とはどれほどのものか。この者たちを犠牲にしても貫けるものか。お主の誇りである友たち、目の前で死ぬのを見たいと申すか。己登る、この畜生めが。言うことを聞くか。さもなくばこの女が最初の犠牲者だ。好きにしろ。死など恐れるものか。舞子さん。ああ。おとなしくしているがよい。マサル、お前もか。決断せよ。好きな方を選ぶがよい。我が名は大城無限。侍だ。ここまでか。侍たるもの。我が主君に全てを捧げる。主君を守り、主君のために命を捧ぐ。だが、できぬ。無限。友を死なせることなどできぬ。お前。ダメよ。上様、どうかお許しを。利口な判断だ、無限。誓え。貴様の命、貴様の息子の命に誓え。我が友に手は出さぬと。よかろう。手出しはせぬ。ならば貴様の勝ちだ。言う通りにしよう。それでよ。お主は先に行っても、友は私と共に来てもらう。勝る、奴らを拘束せよ。
傷つけぬように。わかりました、父上。おい、何をしている。仕事に取りかかれ。なんてこったー、登るか。というわけでバッチは3人の敵を1つの、何楽玉倍楽玉、全ての死体を茂みや糸扉に隠す。というわけで、はい、今回も相変わらずユキが MVP だね。うん、なかなかやっぱ難しかったね。すごいタイミングもシビアで、なかなかこうアイコンも活躍する場がなかったですね。変装もできないし、力押しのステージでしたけど、はい、というわけでネクストは鶴山ですね。今回はこの辺で終わっておきましょう。次回をお楽しみに。アリベデルチ。